シアーズ。シアーズ。シアーズは、アメリカ合衆国イリノイ州に本部がある百貨店。かつて、シアーズ・ローバック、シアーズ・ローバックカンパニーによって展開され、カタログによる通信販売で知られた。また医療など、日用生活品以外に、工具、カー用品など、DIY 用品のプライベートブランドを持つ。2005年に、同業のイマートと合併し、 持ち株会社、シアーズホールディングス下の事業会社、店舗となっている。シアーズは、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコで、百貨店、または、GMS 業態を運営している、流通業。参加には、ランズエンドなどの通信販売や、その他の専門店も所有する。またシアーズで販売する商品のため多くの、プライベートブランドを展開する。なお、 英語のデパートメントストアは百貨店と訳されるが、ブルーミングデールズ、ニーマンマーカス、ノードストローム、サックスフィフスアベニューなどの高級店と違ってシアーズは燃料販を胸とし、店舗も郊外にあることが多い。いわゆる GMS であり、営業形態としてはイオンやイトーヨーカドーなど、日本でいう大手スーパーのそれに近い。1973年に、 本社ビルとして建てられたシカゴのシアーズタワーはすでに1994年に売却済みであったが建物名は売却後10年以上もそのままであった同ビルは2013年に1ワールドトレードセンターにその座を明け渡すまで全米一の高さを誇る超高層ビルでありまた長く世界一の座に君臨していた1886年ミネソタ州で駅員をしていた ユダヤ系のリチャード・ボーレン・シアーズは、売れ残りの腕時計を買い取り、通信販売で安く販売する商売を始めた。間もなく、時計商アルバシー・ローバックが、事業に加わり、1893年、イリノイ州、シカゴに、シアーズ・ローバック、シアーズ・ローバックカンパニーを設立した。19世紀末から20世紀初頭のアメリカは、農業が中心で、広大な国土に、 多くの農民が生活していたが、交通手段は主に鉄道や馬、馬車であり、消費者は手間をかけて都市まで行くか、個人商店、業商人から高い値段で商品を買うしかなかった。ここに着目したシアーズは、カタログを郵送して、一括仕入れで安価に商品を提供するダイレクトマーケティングを推し進めた。初期のカタログには、やや古代な宣伝文句とともに、 満足していただけなければ返金いたしますといった良心的で誠実な保証がついており、この満足保証は後年まで続いた。シアーズのカタログは消費者の聖書と呼ばれ、大量に反布されるカタログは農村で子供の絵本や学習帳の代用に用いられ、最後にはトイレットペーパー代わりに使われるほど身近に親しまれ、また1908年から1940年の 間に、組み立て式住宅を販売、10万棟以上が出荷され、庶民に近代的な住宅を提供した。1908年から1912年には、自社ブランドの自動車もカタログ販売した。シアーズの自動車は、他社のコピーではなく、操作が簡単であることを売りにしていた。そのほとんどは、二人乗りの軽快な自動車だった。自動車本体の販売撤退後も、 パーツやアクセサリーの販売はもちろん、メンテナンスサービス業務を引き続き行った。1925年以降、シアーズ・ローバックは、人口の都市への流入とモータリゼーションの到来を予見して、都市の郊外に広い駐車場を備えたデパートを開店させた。第二次世界大戦以降は、ショッピングセンターの中心店舗として、全米の都市に出店した。また、 自社の顧客を対象とした保険業、金融業、不動産業などに進出。1931年には自動車保険業、オールステートを開始。オールステートブランドは自動車アクセサリー販売チェーンとなり、また自動車販売にも利用された。1951年に自動車販売を復活させ、1952年モデルとして、 カイザーイコールフレーザー製ヘンリー J をオールステートブランドで販売した。しかしこれも1953年モデルで終了している。1985年にディスカバークレジットカードを開始した。シアーズは1980年代初頭まで全米第一位の小売業者であった。しかし、企業の巨大化は組織の硬直化、社内の官僚主義の蔓延といった弊害となって、 現れ始めた。シアーズの毎日安売り、りエブリデールオープライセズ戦略は、定期的に在庫一層を行わないメリハリのなさが、顧客離れにつながった、皮肉にも、後に対頭してきた、ウォルマートの場合、エブリデールオープライセズを無在庫経営に活かして、成功した。1973年、シカゴに本社ビル、シアーズタワーを建設。 当時世界一の高さを誇ったが、シカゴ市の中心部という立地条件が流通業の本部として使いにくく、その後の経営不振もあって、ビルを手放し、約10年で元の郊外に再び本部を移している。1990年代、当時の会長アーサー・マルティネスのもとで、シアーズ・ローバックは経営の再建を進め、長年親しまれた通信販売事業を縮小し、 最終的に2000年に全廃した。その役割は1998年に設立されたインターネット上のショッピングサイトシアーズ .com に引き継がれている。k イマート k イマートは1899年、ミシガン州デトロイトで、セバスチャンエスクレスゲによって創業された老舗のチェーンストアであるが、チンプ化した店舗の更新に失敗するなどの原因で2 0 0 2年に破産した。 会社構成手続きによって生まれた新会社 K、マート,ホー,、K、マートホールディングス、K マートホールディングスコーポレーションは、投資家、エドワード・ランバートの下で、積極策を取り、2004年、同業のシアーズ・ローバックに対して、買収の意向を表明。業界10位の会社が5位のシアーズを買収する、試みは大きく、話題となった。2005年、両社は合併し、持ち株会社の名称を、 シアーズホールディングスとした。買収した側の K マートがシアーズを名乗るようになったのは名門シアーズのブランドイメージを利用したい図があったとみられ、現に2006年から K マート店のシアーズ店への衣替えの動きが見られる。このため流通業界ではシアーズホールディングスを K シアーズと呼んだりしている。これにより K マートとシアーズローバックは事業主会社となり、 ウォルマート、ホームデポに次ぐ、全米第3位の小売業者が誕生した。2018年10月15日、連邦破産法11条の適用を申請した。Amazon.com など、ネット通販の台頭で、来店客数が減少し、業績が悪化していた。破産申請で裁判所の管理下に入り、負債削減やリストラに取り組みながら、事業継続の道を探る。一部店舗では、 年末商戦に営業を続ける。シアーズは全米で百貨店シアーズとディスカウントストア K マートを現在約700店を運営している。かつてシアーズはウォルマートと並んで米国を代表する小売りチェーンだったがネット通販の広がりや激安店の増加で経営不振に陥った。ここ数年店舗閉鎖や人員削減を進めたが 17年度まで7年連続で最終赤字を形状していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。